男性アイドルグループ BTS 防弾少年団のメンバー、ビトガールズグループブラックピンクのメンバージェニーの4回目の熱愛説が浮上しました。これは29日、複数のソーシャルネットワーキングサービス SNS やインターネットコミュニティサイトを中心にビとジェニーのツーショット写真が拡散されたものです。写真にはリのように見える男性とジェニーだと思われる女性がエレベーターの中で仲良く顔を寄せ合っている姿が写っています。2人は色違いの熊野プーさんの T シャツを着ていて熱々の様子です。ただしマスクと帽子で顔を完全に覆っていて、写真の2人が本当にビとジェニーなのか 100% 確信するのは難しい状況です。ビとジェニーの熱愛説はこれで4回目です。今年5月にチェジュド旅行説が初めて流れて以降、ブランドショップデート写真や自宅デート写真とされるものが相次いで流出するなど、熱愛の噂が相次いでいます。しかしリの所属事務所ビッグヒットミュージックとジェニーの所属事務所 YG エンターテインメントはアーティストのプライベートなので確認が難しいというコメントしか出していません。それでも2人のニューヨークデート説に限っては、ブラックピンクは海外スケジュールが詰まっていると回答し、遠回しに否定しました。